月曜日は県内で奮闘する人を紹介する佐賀人トイロをお送りしています。今日は佐賀のフルーツの魅力を伝えるために奔走する佐賀市の男性です。職業はバーテンダー。カクテルに使うのは農家から直接仕入れた佐賀のフルーツです。こだわりは佐賀のフルーツを使ったフレッシュカクテルです。佐賀ってこんな美味しいフルーツがあるんだよっていうのを佐賀の人にももっと知ってもらうってことを続けていきたいと思います。バーテンダー小部健也さん30歳。おととし5月佐賀市白山にバー小部をオープンしました。こちらは佐賀のブランドいちごさんと紅茶リキュールなどを合わせたカクテル。一口飲めばいちごの華やかな香りとみずみずしさがあふれます。一方こちらは佐賀市久保泉町で育てられた柑橘八朔のカクテル。ラムをベースに八朔の苦みが程よく感じられます。店のカクテルに使うのはその時旬のフルーツ、そして佐賀のフルーツです。今どこに向かわれてるんですか？今いちごの仕入れに向かってます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。今日よろしくお願いします。こだわりは仕入れから。スーパーや市場からではなく県内のどこでも自ら訪れ佐賀産のフルーツを農家から直接仕入れます。やっぱり自分の目で確かめたいっていうのと確実にいいものを仕入れたいというものが思いがあるからです。なんか土とかにもやっぱこだわってる。はい、金土酵素って言われる微生物がたっぷり入った資材を土いっぱいに混ぜてやってます。収穫しながら育て方や特徴などを直接聞くことで知識が増え接客にも役立つそうです。生産者と話すことで、見えてくるものも違うと思いますし、実際に収穫することでその果物に対する興味とか関心がすごく湧いてくるので、おぶさんのような実際に生産物を使っていただける方にこう、消費者に向けて PR していただけるのがこう農家にとっての宣伝にもなりますし、私たちからしたら本当にありがたいなと思います。福岡県で生まれ大学進学を機に佐賀へやってきたおぶさん。バーテンダーだった父親に影響され卒業後もバーテンダーとして働いていましたが、新型コロナの影響を受ける飲食業界に不安を覚え一度は違う道へ。そうですね、昼は、ウェブの運用だったりとか夜は、塾の講師とかをしたんですけど、やっぱり自分はバーが好きだなっていう思いと、もう一回カウンターに立ちたい、自分でもお店を持ってみたいっていう夢があったので、もう一度やってみようと思いでバーをやることを決心しました。一度離れたからこそ気づくことができたバーへの思い。これまでバーで出会った人たちへ恩返しがしたいと、店の場所は地元福岡ではなく佐賀を選びました。オープンは午後6時。ピーク時以外は一人で営業しているため、掃除や仕込みもすべて自分で行います。トレードマークの蝶ネクタイをつけ、いよいよ開店です。
ブランドの花束っていう。そう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 。これそのあれじゃない。つけてるの？全然これ。超フレッシュ。そうなんそう。これを生産されてる方がいて、その人から直接。佐賀には生産されていること自体あまり知られていないフルーツがたくさんあると話す小部さん。そのフルーツを自分がカクテルにすることで、まずは少しでもその存在を知るきっかけに、そして佐賀を誇りに思ってもらいたいと考えています。外に出れる日は飲みによく来てます。おぶさんの人柄がとてもいいと思います。あとあの飲み物がとっても美味しいです。お母さんでありお兄ちゃんでありお友達でもあるみたいな。だからこそあのいろんな世代の方のことがあの男女問わずここにお店に来るし、バーテンダーとしても人として魅力がある人やな。バーって暗くてこうなんかシーンとしてるイメージがすごく強いと思うんですけど、なんかそういうイメージを取っ払って、なんかもっとバーって楽しくて美味しくて、なんかいろんな人がいていろんな人と関われて、そこでなんかコミュニティができていくみたいな、そういった場所でありたいなと思います。佐賀のフルーツの魅力を多くの人に伝えるためにも、まずはバーに来店するハードルを下げたいと話す小部さん。去年11月からは新たな取り組みも始めました。今日は3種類炭酸を逃がさないためにもうちょこっと入れるだけ混ざります。あ、混ぜないんですか？そう、混ぜないです。混ぜると炭酸が抜けちゃうので、はい、カクテルの作り方教室です。はい、ウイスキーを冷やします。で、炭酸を注いでいきます。はい、すごい冷たくなってくる。氷に当てない。自宅でも作れるメニューを含め、プロならではのポイントを丁寧に説明します。外に飛び散らない。で、友達が結構ここのバーに通ってて、そのなんかお酒のカクテル教室があるよって聞いたので、ちょっと一回行ってみたいなと思って職場のみんな誘ってきました。実際に聞いてみるとやってみるとすごく難しくて、やっぱなんか細かい作業がとか意味とかもいろいろあるんだなって思ったので、なんか自分でもやってみたいなって気持ちになりました。教室を通してバーの面白さや楽しさも伝えることで、気軽に立ち寄れる場所に、そして自分のカクテルを通して佐賀の良さをもっとアピールしたいと話します。佐賀のフルーツをもっとアピールして、佐賀でこんなものができてるんだよとか、佐賀ってこんな美味しいフルーツがあるんだよっていうのを佐賀の人にももっと知ってもらうってことを続けていきたいと思います。